えー、今回は、まあこれ1年前かな、買ったの。で、まあ気に入って、まあな、最初レビューもして、まあええよって言って言ってで、まあ今回は長期レビューという形で、まあ紹介するんやけど、まあでも履く回数は正直少なかったな。というより、この素材の性質上、なんていうの季節限定やねんな。なぜかというと、 まあデザインはいいねん。もう、な、こういうゴム製というか、水もきっちり弾くし、防水やし、水も染み込めへんし、ええんやけど、ただ、蒸れるねんな。まあ素材上、それはもうしゃあないね絶対蒸れるから。だから、白く時期がどうしても、基本的に、20度切るぐらい、まあ20じゃしんどいか。 15から上ぐらい、15から17、8ぐらいの気温の時じゃないと、もう群れんねんな、マジで。足暑いねもう、まあ、ちょっと歩いて休憩しても。<laughs> だから休憩してる時も足暑いからぬがんとしゃあないねん,んな。そういうの結構何回も経験してるからさ、あーちょっと季節ずらしてな、まあ、こんな夏場に吐くアホは,はおらんけどさ、 まあ、秋口、10月、11月あたり、もう20度切って涼しいなという時に履いてても、やっぱり暑いねんな、蒸れんねんな。結構緩めにゴム紐やってんやで。にもかかわらずな、足の熱が逃げへんねん。まあ、どうしても、その、なんていう、密集というかな、その素材がギュッとしてて、なおかつ、なんていう、その水通せへんから、どうしても通気性がないねんな。 でだから足蒸れんねん。だから履いててしんどいなーっていうのあんねん。履き心地みたいな自体悪くないんやで。ただどうしても気になるねん。なんで気になるのかっていうと、やっぱりバンズの職人を履いてしまったがゆえやねん。やっぱりバンズな、他のバンズやったらな、あの、クラシックのな、あの、ファブリックのやつとか、あファングル、ファブリックちゃうわ。あの、なんや、キャンバス やったら別にそうは気になれへんやけど、やっぱり職人履いてもうたら、ここと比べてまうねんな。あれ、これ職人でええんちゃうんってなってしまうねんな。これ自体は別に悪くないねまあまあまあそんなもんやろうなと思ってたんやけど、まあ職人履いてもうたら、もうええかなっていう感じないしな。悪くはないんやで、デザイン的にも。水弾く、防水。 で靴下も塗れへんとかな。デザイン的にもまともやし、グリップもしっかりしてる。雨ひいでも大丈夫やとかな。いろんな面あるんやで。でも、職人を知っても、しまったら、じゃあもう職人でええやんって。あれ一年中履けるしってなるやん。そこやし。まあこれはしゃあない。物、物は好きやから。まあデザインもな、好きで買ったんやけど、 まあ、バンズの職人履いてもうたらな、じゃあ職人でえっかって、あれオールシーズン履けるしってなるやん。<laughs> まあそこやしよ。だからもし職人知らんかったら多分履き続けてるやろうけど、まあバンズでええかなっていう感じやし、向こうオールマイティやからな。向こうまあ完全防水じゃないけど、撥水やし、汚れも弾くし、で、なおかつゴミもつきにくいし、マットやしな。 で、これの弱点としては、ちょっと誇り目立つねんな。結構目立つし、取れにくいねん。ガムテープでな、あのガム、クラフトテープでパッパッパッパやって、ね、結構しょっちゅうやったらんとあかんねん。で、なおかつ俺、紐靴すぎじゃないから、こうやってゴム紐に変えたけどな。ま、あそれでもやっぱりな、二つ目の弱点として、ここやし。この、 ベロ,ベロっていうのかなタンっていうかな靴でいう専門用語でやっぱりバンズやったらこれいらんからなこれいちいち上げたらんとあかんねんまあそれは履く前にも分かってたことやけどやっぱりこのひと手間って結構めんどくさいねんなこいちいち上げたらんとあかんからバンズみたいにもバッて履かれへんからさ一旦ここを上げたらんとあかんねんこれそのままこうやったらもうベロ噛んで <laughs> このベロ奥に行ってしまうね。ああ、邪魔邪魔邪魔でもね、もう一回開けたららんとあかんねん。まあ、そんな面倒、面倒く、いからさ。まあ、そうならんように結局、一回こう、開けてあげてから、足入れんとあかんねん。いくらゴム紐とはいえな。紐結ばんでええけど、結構これめんどいねんな。気になってきて。で、履く回数も減っていったねんな。で、結果的に、職人ばっかり履くようになったねんな。バンズばっかり。 出番がなくなったね。だから、ほとんどこれ言うほど履いてないねんな。最初のうちはちょこちょこ履いたけど。まあでも、蒸れるっていうのがあるから、シーズン限られるやん。冬場限定やん。で、なおかつこれベル上げたらんとあかんしな。まあ、紐結ぶ面倒くさを避けるためにゴム紐とかのカプセルにしたんやけど、まあそれでもなって。だからもう合わせるファッションとかな。 下のズボンにも合わして買ったんやけど、まあそれでも出番は劇的に減ってもうたな。職人買ってからは。じゃあ、うん、選択として間違ってたんかっていうのは、まあデザイン的には気に入ってたから、正解といえば正解なんやけど、ただ、職人が強すぎた。<laughs> あれがオールマイティすぎるから、まあもうしゃあないかなって,って。だから一軍やったのに、もうあいつ、 が出てきても、だからごめんな、控えて回ってくれるみたいな感じになってもうた、ね。だ好きな人は履いといたらええで。どうしようもこのデザインが好きなんや、って。まあなあ、春が言ってたみたいにな、ゴム紐に変えて、カプセルに変えたでええー、やんって,ってそれな、みたいな感じで履いてたけど、まあそれも結構めんどいな、という感じになってきて、悪くはないんやで。まあ職人が凄す,すぎるね。あいつが、あいつが強すぎるね。だから出番減ってもうだね。 デザインはええんやで。まあ、ものまんまやったら測れへんで。普通の紐やったらな。俺も、紐結ぶとか絶対せえへんからな。めんどいから。だからゴム紐に変えてカプセルにしたね。結ばんでええよんな。それでもやっぱこの一手間って結構めんどいねんなその。そのまま測れへんからさ。一旦開けたらなあかんから。このワン動作が面倒いねん。で、蒸れるっていう弱点な。ソールとか頑丈やで。削れることもまあ、そうないしな。 まあただ、ヒールはちょっと若干削れやすいかな。うん。そこは気をつけいとあかんで。まあ履きやすさはな、言うことない。クッションもええんやけど、ただこの一手間な。それと蒸れる。で、シーズンが限られる。その三つ我慢できる人やったらありやと思うんやけど、俺的にはもうちょっとないかなっていう、ね。もうそれやったらもう職人二足買う、買ってローテーションで回す方がまだ実用的かなと思って。で、だからもう、 こいつにはもう長期レビューとして、まあ引退してもらおうかなって。も <laughs> う眠ってもらおうかなって感じで。頑張ってくれたけどな。まあ、いい出会いであったけど、まあお別れやなっていう感じで。<laughs> まあ、まあもう職人が強すぎたわ。悪いけど。まあそんな感じで、もしな迷ってる人はな、これええと思うで値段的にもまだ、なんぼや。1万2000円くらいかな。まあセールの時やったら1万切ったりも、 あると思うけど、どうしてもこのデザインがええんやっていう人は、入ったらええと思うで、パラディムな。バリスティックとかな、コーディルとかたまに使ってくれるから、そういうのも好きな人はありと思うで、ソールも頑丈やしな。ま、あただ、何度も言うように、職人が強すぎた。時期が悪かったね早すぎたんだ、こいつはって感じね まあそんな感じでもしな、好きな人は履けばええと思うで、春何言うてんねん、これえに決まってるやんけ、で、で、バンズなんかと比べんなっていうの分かると思うんやけど、まあ、好きな人は履き続けて。ただ、俺には合わんかったっていう、それだけの話。まあそんな感じでもしな、気になってる人は、な、試着して履くのもありやし、こう、普通の紐はなしやで、ちゃんとゴム紐に変えて、 カプセルとかなんか他ね最近まだ新しいアイテム出てきてるからそこでなその紐結ばんで言うという省略化ショートカットできるように自分で工夫して履ける人はありやと思うけどもう紐なんかもう紐を結ぶのめんどいゴム紐でなカプセルまあこれありありなんちゃんという人は買ってもいいと思うただ蒸れるでそこだけは履いた俺が保証するわだから履く時期は限られる冬場限定な もしくは4月ぐらいまで。もう5月後のなったらこんな暑くて履いてられへんやで。蒸れるでマジで。履いた俺が言うんやから間違いない。それやったらまだバンズのな、大きめの職人のな、28とか28.5買うのもありやで。履いた俺が言うから間違いない。ただし、職人はかかと削れるで。自分の足な。血出るで。最初の2、3ヶ月な。 だから、足のかかとのとこ、絆創膏を貼って我慢できる人。もしくは、ここにな、クッション、ここに引いて、自分の足のな、このかかとの付けねのところ、削れんように努力。とか、自分でケアできる人だけな。最初苦労するで、職人も。まあ、そんな感じかな。まあ、履く回数は少なかった。デザインはいい。質もいい。ただ、蒸れる。そこだけや <laughs>。それと、このベロな。 こう持ち上げて履くのが苦にならん人だけ。まあそんな感じかな。長期レビューとしては、物はいい。ただ、こことブレるのを目をつぶれる人だけは履いてっていう感じ。まあそんな感じや。まあ参考になった、まあなるかな。<laughs> なるかわからんけど、まあ悩んでる人は、これを、この、なんていうん俺のレビュー見て、 ああ、そ、それぐらいやったら我慢できるわったら一緒はありやで。まあ、我慢して一年中履ける人っていう人も中におると思うけど、履いたかん、職人を履いた俺が言うのは間違いないで。<laughs> 群れるのは間違いない。<laughs> それ我慢できる人は履いてあげて。このデザインがええんやってて。冬場でもいけるんやっていう人やったら OK やと思うわ。まあそんな感じな。その代わり、 ゴム紐とこのカプセルはもう当たり前やで。普通の紐靴で履くやつアホやからな。ちゃんと自分でそこは改良してあげて。ということで今回は、えー、パラディウムの、えー、カスタムな。この長期レビュー。名前何やっかな。アイスブラスウォータープルーフやったかな。違うか。<laughs> 名前ちょっと出てきねえへんわ。<laughs> まあそんな感じで長期レビューやったけど。 まあ俺にはあんかったという、そういう紹介動画でした。今日はここまで。バイバイ。